アドルフ・ダスラーのゾウ・アディダスは、ドイツのバイエルン州に本社を置くスポーツ用品メーカー。サッカー、日本代表のユニフォームは、このアディダスが製作している。三本線は、アディダスの登録商標であるため、ロゴ扱いとなり2000年代のある時期から、テニスの四大大会などにおいて、ウェアの三本線の大きさの制限がなされている。この三本線は、1951年に、 フィンランドのスポーツブランドカーフから約1600ユーロとウィスキー2本で使用券を買ったもの。別バージョンのパフォーマンスロゴとレフォイルロゴスーパー、スタースタン、スミスサンバラッパーのカニエウエストとコラボレーションしたプレミアムライン。アイテムリリースはシーズン問わず限定的で、デザインは全てカニエが担当している。日本でのアディダスブランドはそれまで販売代理店として金松スポーツ、 デサントなどが受け負っていた。1990年代初頭からは、アディダスのアウトドアラインとして、アディダスアドベンチャーというブランドが日本で登場している。そして1998年、直営日本法人が設立された。2011年4月12日、同社商品、イージートーンの安売り禁止を小売店に強制したとして、アディダスジャパンが、 独占禁止法違反の疑いで、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。同委員会は2012年3月2日に、同社に対し独占禁止法違反で、排除措置命令を出した。2011年5月19日、契約しているサッカー選手が来店した情報を、東京都銀座店の店員が、ツイッターで流出させたとして、当該社員から、 事情聴取をした上で公式サイトで謝罪した。アディダスジャパンに関するカテゴリー、アディダス、パーリー・ホー・ザ・オーシャンズと共に、国連の気候変動イベントにて、サスティナビリティ・イノベーションを発表。2016年2月24日閲覧。ありがとうございます。